こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は競馬事件簿。並びに負け組一口馬主の愚痴をやっていくわよ。おお。今日は何をやるのかしら？今週の競馬は年に一度のお祭りウィークだからそれをやるわよ。はあ、そんなニュース聞いてないわよ。重賞は新潟記念。サマー2000シリーズの最終戦くらいしかないはずだけど。そうね。実は中央競馬のこの週、夏競馬の最終週、9月の1週目は文字通りのデスゲームが行われるのよ。それは一体、3歳未勝利戦がこの週を最後になくなるからね。出走馬にとっては中央競馬に残れるか残れないかの瀬戸際なのよね。おお、確かにそうね。 G1 を勝つより喜ばれるレースとも呼ばれるレースがこの時期の3歳未勝利ね。まずは1勝だからね。 G1 も重賞も1勝からスタートするから、それができないと中央競馬を去らなければならない。一口馬主をやってるとここまで引退せずに未勝利を戦う獅子馬はあとちょっとで未勝利脱出できる馬ばっかりだからね。勝てるか勝てないか、実力差もそんなにない、運の要素が大きいレース。負ければ即引退の嘆きの壁がこの週の3歳未勝利戦ということね。そういうこと。ちなみに9月いっぱいまで未勝利戦をやっていた頃は、9月の未勝利戦はスーパー未勝利と呼ばれていて、マジで選ばれた未勝利馬しか出れなかったからね。スーパー未勝利については過去に動画を作っていますので、気になる人はどうぞ。でも、3歳未勝利をここで突破できないとどうして中央競馬を去らなければならないのかしら。確かにね。未勝利期間が終わっても1勝クラスに出走する馬もいるけど、そんなことはよほどのことがない限りないし、諦めの悪い馬主やクラブは中央で戻りを目指して地方競馬に転入させるし、一口馬主の一昔前で言われる再ファンド狙いね。今はほとんどのクラブが地方競馬の馬主資格を持っているから、ファンド継続で地方転入になるけど、中央競馬で未勝利馬が3歳未勝利を勝てずに居続けるとどうなるか。そして未勝利馬に待っている悲しい未来。今回はそれを解説していこうと思うわ。おお、ある意味競馬の闇の部分に触れるわね。にっこり。じゃあ、解説スタートよ。9月1週目の中央競馬、夏競馬の札幌、新潟、小倉の最終週の3歳未勝利最終戦は、勝てば天国、負ければ地獄という嘆きの壁になる。この週以降、3歳で未勝利、勝利ができなかった馬は中央に在籍し続けるのであれば、1勝クラスのレースには出れるが、かなりの制限を受けることになる。おお、未勝利を勝てなかった制限、それは一体。ちなみにこれは平地に限るってことを明記しておくわ。障害馬になって中央競馬に残ることはできるけど、障害馬も今は平地の競争能力が求められるし、障害馬を調教する外厩は限られるし、トレセンで障害騎手がつきっきりで調教しないといけないから、障害の才能が認められないとなれない。おお、つまり障害馬になるというルートは結構特殊なルートなわけね。そういうこと。で、未勝利馬のまま格上挑戦で平地の1勝クラスに挑戦しなければならないんだけど、その出走に制限がかかるわ。平たく言うと中央場所、東京、中山、京都、阪神、中京の一部開催には出走できなくなるわ。たとえ1勝クラスの競争でもね。フルゲート割れでもね。はあ、じゃあローカルの競馬場にしか出走できなくなるということね。そういうこと。ちなみに出走順位を決める習得賞金が0円なので、出走順位は最下位。フルゲート割れしないと出走すらできない無理ゲー状態よ。一応、10月頃までは中央場所でも猶予期間でレースに出走資格はあるけどね。おお、この条件のレースにバッチリ仕上げて、好勝負なんてのはできないわけね。まあ、そういう振りもありつつ、お金の面でもめちゃくちゃ振りになるわ。は？中央競馬は馬主にかなり優しい仕組みになっていて、レースを完走するだけで47万円の特別出走手当がもらえるんだけど、3歳未勝利を突破できなかった馬に関しては3歳の12月までは猶予期間として、
特別失踪手当47万円の半額給付になるわ。それまでに1勝クラスを勝てなければ、4歳になった途端に特別失踪手当の半額すら給付されなくなってしまうわ。おお、なんちゅうこと。ちなみに中央競馬は高級制度の廃止をやったり、未勝利戦の2桁着順のスリーアウト制度なんかを設定しているのを見ると、弱い馬をバシバシ引退させたい、という思考が見えてくるわね。これに限らずね、まあ、レベルの高い競馬を見せるためにはやむを得ないんでしょうけど、ちなみに特別失踪手当の後で説明するタイムオーバー時の半額支給はオープン競争は適用外だから、やっぱり JRA としては下級クラスの馬にはさっさといなくなってもらって、売り上げの上がるオープンクラスのレースを優遇したいわけね。おお、G1 レースの賞金が年々増えていっていることからも頂点を取るメリットにフォーカスして、下級条件で長く走らせてペイする。そういう馬をどんどん締め出していることが見えてくるわ。ええ。確かに未勝利馬はこうして見るとお金の面から締め出される感じはするけど、未勝利突破している馬で下級条件で失踪している馬も締め出されるの？まず、下級条件の馬は失踪して、特別失踪手当の47万円を受け取りつつ、時々入着して賞金を加えてくるというのが稼ぎ方ではあるんだけど、タイムオーバーで惨敗すると、特別失踪手当は半額だし、レースを調教代わりに失踪しまくるというビジネスモデルが成立しにくい状況ができつつある。枠に入れるか、入れないかも厳しいしね。そうね。ある意味で様々な稼ぎ方、夢の持ち方ができた競馬の世界が強制的に JRA 主導で全員がピラミッドの頂点を目指さざるを得ないような仕組みになりつつあるわね。まあ、目白牧場なんかのオーナーブリーダーがどんどん廃業になったり、規模を縮小している原因がここにあるんだけどね。さらに今週のラストの3歳未勝利を突破した馬も実はうかうかしていられないわ。どういうことなの？47万円の特別失踪手当なんだけど、タイムオーバーがなければ満額もらえる権利は2年3ヶ月しかないわよ。は？ JRA はピラミッドの底辺を強制的に切り捨てる仕組みを作っているわ。それが習得賞金200万円以上で500万円以下の馬。未勝利をなんとか突破した一勝馬の習得賞金は400万円。その馬が6歳を迎えた瞬間にそこから特別失踪手当の47万円から12万円減額されるわ。おお、もう追い出し体制ができているわけね。少なくとも2勝クラスに登れない馬は整理対象なわけね。JRA にとって、ちなみに3歳未勝利を突破できなかった馬が地方転入して、中央にでも戻りを狙うってことがそこそこあるんだけど、おお、確か。3歳で地方で2勝以上か、4歳以上で地方で3勝以上すれば中央競馬に戻ってこれるわね。そうね。これで中央に再転入するときは1勝クラスの馬になって戻ってくることができるけど、これも結構茨の道なんだよね。でも、晩成の馬だったり、環境が合わなかった馬もいるわけだし。どうかな。未勝利を突破できない馬はよほどのことがない限り、中央で上級クラスには再転入しても上がれないし、1勝クラスを突破することもかなり難しいわ。一口馬主でよくいる環境がダメだった、調教師が悪かった。と言って、地方での再出発を希望する人が結構いる。ファンド解散して、地方で勝って勝てる馬じゃんって怒っている人いるけど、おおむねクラブのファンド解散の判断は正しいわよ。どういうことなの？だってさ、もし地方で頑張って、中央競馬への出戻りが叶ってもさ、4歳いっぱいは確かに満額の特別失踪手当の対象になるけど、地方競馬時代に習得賞金が、1着の賞金の合計が200万円未満だった場合、5歳で特別失踪手当は半額になっちゃうのよ。は？このルールは6歳以上も続くし。だから、地方でいくら買ったりして中央で戻り要件を満たしても地方競馬のレベルはそのまま賞金だから、レベルの低い競馬場で出戻り要件満たしても4歳で1勝以上しなきゃ採算が取れなくなるし、正直その期待値がありますか？っていう判断になるわけよ。
ちなみに6歳以上になったら習得賞金500万円以下の特別出走手当12万円減額が来るから、レベルの高い地方競馬で結果出したで戻り場もうかうかしてられない？1勝クラスで勝ち星を上げないといけない、かなり厳しい仕組みになったわけね。ちなみに JRA は3歳未勝利のラストウィークの前に見込みのない未勝利馬の耐久をガンガン推奨しているわ。見込みのない馬にレースさせる枠はないということね。それが引退するときに受け取れる抹消給付金から見て取れるんだけど、タイムオーバーは出走には含まれないけど護送したら満額もらえるお金ね。これに引退した時期によって付加金が追加されるんだけど、抹消給付金が護送以上で125万円なんだけど、付加金が3歳の4月21日までなら110万円で合計235万円、3歳の6月2日までなら付加金が105万円の230万円、ここから一気に減るけど、3歳の7月28日までなら付加金が65万円で190万円、とかなり金額に傾斜をつけていることからも JRA の思惑が伺えるんじゃないかしら？確かに。一回走らせたら、大体わかっちゃうもんね。よほどのマイナス要因の事象がない限り。そうね。視聴者投票で出資したベルシャンソンという馬は未勝利を先日突破したけど、デビュー戦は辛抱再動でタイムオーバーだったし、明確な敗因がないと惨敗を覆すような活躍は期待できないわね。ってことは、未勝利を中央で突破できない馬は相対的に見て、1勝クラスを突破できるような成長力なんかが見込めないと結局地方からで戻りしても5歳、6歳の特別出走手当の減額で採算が取れなくなり、中央競馬から締め出されるわけね。そういうこと。厩舎関係者、調教師も厩務員も新常勤の問題もあるし、より期待値の高い馬を管理したいわけでさ、よほどの晩成馬だったり、気象難などの原因が明確にあって、高い能力が阻害されているケースじゃないと未勝利馬の地方で戻りはやりたくないわけよ。おお。だから、中央の3歳未勝利最終週、ここで勝てないと全てが終わる、と言っても過言じゃないわけね。そういうことね。抹消給付金から見てもここまで引っ張った馬というのは未勝利は突破できる可能性があると考えられている馬たちなわけだし、そういう馬たちと厩舎関係者の生き残りをかけたデスゲーム、その週が今週というわけよ。おお、恐ろしいわね。まあねー、競馬ゆっくりの一口相場もエントリーしているし、その悲しみの動画はまた別にあるけど、もう願うしかできないわね。でもなんでこういう悲しくなる動画を作ったのよ。視聴者投票で一緒に決めたノルマンディのディバインアローが先週の未勝利で惨敗して、ファンド解散、終戦になったんだけど、今日の午前中、レース後の談話だけ日曜に更新されてたんだけど、ファンド解散の更新がされる前に馬のリンクの下に引退という文字が出ていて、運営何やってんだよ。って思ってね。おお。でもそれは分かっていたんじゃ。いいかい？ファンド解散は分かっているけど、それは正式なコメントとともに出すべきでしょ？そういう先読みはパチンコだけでいいからね。はあ、地味に競馬ゆっくり怒ってますねー。ノルマンはそういうとこなんだよなー。以上になります。一口馬主やってると安易に再ファンドとか地方で戻りとか言うけど、結構茨の道なの分かってもらえたかしら？JRA 的に G1 などのピラミッドの頂点をみんな目指す仕組みにしたいわけね。そういうこと。でもなぁ、高級があった頃は楽しかったんだけどねー。一口でも高級含めて3勝の夢もあったし、競馬ゆっくりの出資アイバレットエンブレムはスーパー未勝利突破して、500万下を高級含めて2勝してくれたしね。JRA のやっていることは経営的に正しいと思うんだけどね。個人的には出資馬を長く見たいから勝ち上がりやすいダート馬に出資しているわけだし、難しいわね。ただねー、一口馬主で結構痛い感じの人は再ファンドというかで戻り前提の地方移籍をしないクラブのことを批判しがちなんだよねー。確かに皿奥出て、個人馬主の馬になって元クラブ馬が地方で勝つことはあるんだけど。ね、それで SNS がクラブ批判で埋まるわね。でもよー、
仮にコーチで1着60万円のレースに勝して、3勝して転入しても4歳で勝てなきゃ地獄しか見ないこと。わかんないのかな？やめろやめろ。競馬ゆっくりもそういう風に考えていた時期はあったからねー。一口馬主にとって再ファンド要求は端かのようなものなわけね。そういうことね。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。